最近は筋トレやらフィットネスが流行ってるんだ。みんなかっこいい体してるなぁ。もぐもぐ。ああ、私もかっこいい体欲しいなぁ。もぐもぐ。そんなんじゃいつまで経っても変われませんよ。誰だ。私と一緒に、最高の体、目指しませんか？お前は、誰だよ。私、イルカマンって言います。先ほど、かっこいい体が欲しいと聞こえたのですが。ああ、確かに言ったけど、別に筋トレとか食事制限とか、めんどくさいことしてまで欲しいとは思わないかな。そんなこと言わないでください。え？考えてもみてくださいよ。ムキムキの体で外を歩けばモテモテですよ。モテモテ。どうですか？やる気出ました？出ました。そんなんでスイッチ入るんだ。そうと決まれば今日から、私と一緒に体、鍛えていきましょう。え？お前もやるの？そうですが、イルカなのに。悪いですか？それからというもの、霊夢とイルカマンは、とてつもないほどの量の筋トレと食事制限をこなしていった。そして、ってことで今回は、イルカマンを活躍させたい、ってな感じのパーティーを作ってきました。イルカマン以外全員サポート要員ですね。え、他の奴らは殴らないの？殴るとしてもリーフィアぐらいかな。あとは全部サポートメインでしか育ててないから、基本的にはイルカマンでしか殴らないね。このパーティー、弱くね？旗から見ても殴ってきそうなのイルカマンしかいないし、選出時点で対策されるに決まってんじゃん。イルカマンはそんな対策すらぶち壊してくれるはず。だって見てよ。こんな筋肉ついてるんだよ。いけるに決まってるじゃん。お前は筋肉のことどんだけ信用してるんだよ。先発はマイキチェンジ発動させるためにイルカマン。後ろはヤドキングとリーフィアで。対戦、よろしくお願いします。お相手の先発は、ミニッキュです。しょうがないことですけど、パッと見誰出てくるかわからないの不便ですね。まあ、名前が出た後すぐにポケモンが出るから、あんまり気にしなくてもいいような気がするが。ミニッキュは初手剣前なイメージあるからクイックターンで皮剥がしながら交代しますか。そんな予想とは裏腹にお相手身代わりです。なんだろ、普通のアタッカーではないっぽいな。パッと調べた感じ、電磁波持った起点作りとか、呪い使って一体持ってく方なんかがあるみたいだが。まあ、後ろに関してはどうなってもいいから、今喋った方たちならあんまり脅威ではないかな。しかもクイックターンで身代わり割れたので罪技を積まれる心配もなさそうです。ヤドキングだと弱点つかれるから、ここはリーフィアで、まずは皮剥がさないことには何も始まらないから、リーフブレードで殴りますか。影分身だと、なるほど、身代わりと化けの皮でターンを稼いで、その間に影分身積んで攻撃を避けまくるって感じか。とりあえず化けの皮は剥がせたけど、これ、攻撃外した瞬間手がつけられなくなるんだが。お相手は身代わり。おそらく、こっちが攻撃外すまで待つ気だな。ここはぜひとも当ててほしいところ。よし。さっきのクイックターンで割れてたし、さすがにこの攻撃でも割れるでしょ。よしよし、ちゃんと割れた。お相手の体力的に、あと1回は身代わりできそうなんで、少なくともあと2回は攻撃を当てなきゃいけません。一度でも外せば影分身で回避上げられるから、攻撃を外すわけにはいかないな。お相手再び身代わり。頼むぞリーフィア、しっかり当ててくれよ。当たったな。さすが、これであと1回当てればミミッキュは倒せるはず。さて、もう身代わりは使えないわけだが、次は一体何をしてくるのやら。お相手は痛み分け、体力を分け合います。なるほど、これで実質体力回復、また身代わりが晴れるようになるってわけだな。そんなのお構いなしにリフブレをしっかり当ててミミッキュダウン。お次に出てくるのはエクスレックです。色違いかっこいいね、それな。ここはどうせ出会い頭が飛んでくるからこれ以上は何もできないな。予想通り飛んできたのは出会い頭。お疲れ、リーフィア。次に出すのはヤドキングで。は？お前バカか？バカじゃないが、エスパーに無視って効果抜群だぞ。なんでヤドキングからなんだよ。エクスレックがよく使う技って、出会い頭、不意打ち、トンボ返り、あと何か、みたいな感じだと思うんだけど、この技の並びだと、ヤドキングを前にして、マリサは何を打ちたくなる？出会い頭は今は使えないし、やっぱトンボか不意打ちじゃないか？そう、飛んでくるのはその二つのどっちかだと思うんだけど、補助技で不意打ちは透かしまくれるし、トンボは一回だけなら脱出ボタンで無効にできる。さらにここであくびをすることでトンボ返りをしたくなるように仕向ける。これでエクスレップは止まるはず。お、本当にトンボ返りが来たぞ。よし、半分で止まった。これなら怠けるで回復も間に合いそうかな？そしてヤドキングは脱出ボタンで退場。これで相手のトンボを無効にして眠り状態にできるってわけよ。イルカマン、降臨です。私が来た。あとはこいつで蹴散らすだけだな。いや、ここはクイックターンでヤドキングに交代していくよ。え？どうしてだ？ヤドキングを後ろに残しとくのは弱いからね。エクスレップを倒しつつ、最後のポケモンをヤドキングスタートで始めたいんだよね。助けだとしても、すぐに起きなきゃ倒せるし。ってことでクイックターンで交代しようね。お相手、助けでしたね。これはヤドキングでどうにかすればいいや。
まずは怠けるして体力回復しよう。殴らなくていいのか？どうせここを切られると倒されちゃうから、ワンチャンで回復した方がいいかなって。そうやって油断して足元救われなきゃいいですけどね。起きなかったな。それじゃ怠けて。これで体力全回復。次は確定で起きてくるはずだからトンボ読みあくびを入れてこう。え？このターンは確定じゃないですよ。あれ？そうだっけ？おい、ここ攻撃しといた方が良かっただろ。Xレップって後ろに下がるとまた出会い頭撃ってくるじゃん。おっと？やらかした？そうですね。次のターンは確実に起きてくるのでトンボ返りが決まって、出てきたのは巨ジオン。ヤドキングほどの火力では、抜群でも半分も入らず、しかもゴーストテラスしちゃってさ大変。そのままヤドキングは何もできずにやられてしまいます。あーたくミスにたくミスを重ねてもうどうにもならないよ。この体力を削り切るにはウェーブタックル打たないといけないけど、ウェーブタックルを打つとその反動で、次に出てくる X レップの出会い頭に狩られる。積んでね。積んでた。次こそはちゃんとした立ち回りをしようと思います。ノーシ、ダメ、絶対。さて、お相手のパーチ、初手に出てきそうなのは、ロトムかキノガッサかな？ドラパもサポート型が一定数いますし、それもありそうですが。よし、決めた。先発はイルカマンにして、そのイルカマンを止めるようでロトムが出てくる予想でボルチェン止めれるヤドキングと、ガブヤキノガッサに積まれてもいいようにレッドカード持ちのキラフロルで。対戦、よろしくお願いします。お相手の先発はガブリアス、完全に読み外しましたね。てか、うちのパーティーにあんまりガブが刺さってる感じしないんだが、もしかして私らが知らないだけで、この対面結構ヤバかったりする？普通のアタッカーならキラフロルから入りたいんだけど、ステルスロックか、どうやらサポート型っぽいですね。まあ、もう一回イルカマンを繰り出せれば実質勝ちみたいなもんだから、あんまり気にすることはないかな？ってことでクイックターンで、これでキラフロルで壁張ってからの置き土産でイルカマン。え？出す予定のキラフロルが出たのでよし。そしたらこのままステロと壁張ってさっさとイルカマンに交代していこうねー。まずは攻撃されてもいいようにリフレクター発して。お次はステルスロック。あとは置き土産してイルカマンに交換すれば準備完了。できればヤドキングで雨も降らせたかったな。まあなくてもなんとかなるでしょ。おっと？雨、降らせれそうだな。もしかして、イルカマン出てくるまでドラゴンテール打たせてた方がいい？それまで、できることやっておけば良さそうですね。やっと来た。あとは殴るだけで倒せるはず。お相手のタスキは、ステロが巻かれてるので気にしなくていいのが楽でいいですね。よっしゃ、ガンガン殴ってくぜ。ここでお相手テラスタル。マジか、サポート型じゃないのか。もしくは、水を半減にできるタイプになってまたドラゴンテールで交代させるか。なってきたのは鋼タイプ。これは、何読みなんだ？レイパン読みじゃないか？イルカマンはよく持ってるし。まあ、撃ったのはロトムバック読みでインファイトなんですけどね。奇跡的に噛み合っててくさ。お次はロトムです。やっぱりいたか。だが、止めに来るのが遅かったな。ステロか雨、どちらかでもなければ受かってたものを。こうなってしまってはもう誰もイルカマンを止めることはできない。行くぜ、テラスタル。その筋肉で、すべてを吹き飛ばせ、ウェーブタックル。ははははは、雨のターンもまだ残ってる。ここから止められるのは誰もいない。耐えられそうなのは、耐久ぶりのセグレイブぐらいですかね。最後に出てくるのはドラパルト。うわぁ、一番わからんやつ来たわ。ドラパルトって、型が多くて読めなさすぎるんだよな。普通に考えて、後ろから出てくるってことはアタッカーだと思いますけどね。ってことは上は取られてる。つまり、ここで撃つのはジェットパンチ。いけあー、耐えられた。あそこまで削れば毒でいけそうですけどね。動画的に一発で倒してほしかった。計算した感じ、確定で耐えられるっぽいな。どっちにしろ倒しきるのは無理だったわけですね。ってことで開始の10万ボルトでイルカマン、退場です。そしてドラパルトの持ち物は命の玉だったのでそのまま退場。こちらの勝利です。対戦、ありがとうございました。さて、対戦も終わったし、乗りに行くか。次の日。対戦終わったから体戻っちゃった。ムキムキの体はどこやら。